きは両手で字を書くことです。佐藤ひなとです。好きな言葉は迷ったら何でもやってみるです。堀内まりなです。好きな教科は英語と体育です。杉崎ねねです。好きな言葉は平和と笑顔です。菊池萌です。ちっちゃいけど元気とやる気は大きいです。武藤あやみです。最近ハマっていることは沖縄の音楽を聴くことで三線の音にいつも癒されてます。水野ゆいです。特技はリコーダーとダンスです。7月6日にシングル Please 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 をリリースします。この曲の聴きどころは、歌詞からいろいろ連想できるところになっているところと、あと桜学院では今のところないユーモアの空にも注目してみてください。PV の見どころは神様にお願いしている一人一人の表情に注目です。撮影中に面白かったことはメイキング映像でメンバーの誰かが白鳥の湖らしき踊りをしていることかな。衣装も夏バージョンになって動きやすいし可愛いしとっても気に入っています。衣装のお気に入りのポイントはここのボタンが桜学院のボタンになっていることと、色が白と青で爽やかなので好きです。私たちはフロントトゥーハンドを披露します。せーの、じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 んじゃんじゃ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 んじゃ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 ん。私たちはフィギュア8を披露します。せーの、じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 んじゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 ん。最後にライブのお知らせです。7月23日土曜日、24日日曜日に渋谷ディオで桜学院のライブをすることになりました。イエーイ。バトン部のパフォーマンスももちろんあるので、皆さんぜひ遊びに来てください。詳しくは桜学院のオフィシャルホームページをチェックしてみてください。以上、桜学院バトン部ティンクルスターズでした。バイバイ。私たちはフロントトゥーハンドを披露します。せーの、じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 んじゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 ん。じゃじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 ん。私たちはフロントトゥーハンドを披露します。せーの、じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 んじゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃ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 ん。Yeah!